スマートディオというタイプでございます。こちらの納車整備、処分してほしいということでね、あの引き取りしたんですけど、まあ、エンジンかかって乗れるんですよ、うん、乗れるんですけど、まあ、外観とかね割れてたりとか、まあ、やれてるとかね、うん、まあ、そういうのはもちろんあるんですけど、シートがちょっとね穴がポポポと開いてますね。あとは色あせとかね、まあ、こういうのはもう普通に、ございます。はい。で、あのご近所のね、その訪問介護の、はい、会社の方でね、この間のトゥデイを、はい、ご納車させていただいたのですが、キャブ車です。はい、古いやつね、はい、ちょっとメンテナンスして、で、でこっちちょっとね、ほらあったから、あ、これもあれですかねということで、はい、まあ、こんなのもありますよみたいなねちょうど入ったんですけど、なんで話をねさせていただきまして、でこれキャブ車なんでね、うん、まあ、カーボン紙とかそういうのはまあそうそうね起きないのかなと思ったりするんですが、そしたらあの、あ、じゃあこちらもちょっと購入しますっていうねお話をいただきまして、はい、なのでちょっと整備ね、どんな塩梅か開けて、はい、見てございます。はい、それで、まあ、やっぱり駆動系とかね、あとタイヤはもう古いんで新しいのね、全部新しいものにして、であとエアクリーナーはね綺麗でしたね。これ多分純正っぽくないんですけど、綺麗だからこれは掃除してね、うん、鑑識ですもんね、全然問題ないということです。でこれなんかねやっぱ汚い、これは掃除ですよね、はい、でベルトね、ひびとかは特にないんですよね、うん、一回変えてんのかな、うん、ひび割れとか特にないんですよ。でウエットローラーもこれ変えてますよね、多分ね、全然減ってる感がないから、はい、変えてるような気がしますね、はい、でまあ錆び取りしてるね、でも全然、うん、もうね、そうなんですよ、まあランププレートもねこんな感じで、はい、それで一番気になったのはクラッチ、これもうないんで、これはもう交換ね、フラッチウェイト交換、あとスプリングもやっぱり変えた方がいいですよね。でこれ私初めてバラしたんで、あ、こういう風になってんだと思ってですね、知らなかったですね。これクラッチ特殊、まあ2枚っていうの特殊ですけど、ここは圧入式になってね、ここね、こういうここに圧入で入れてでやるみたいです。あ、これあれ入ってないんだ、いわゆるあのね、あれね、グリス、通常中にグリスが入っててそれで潤滑してるじゃないですか、これは入ってないですね。ただそのままなんだ、へえ。しかもアルミだもん、お金かかってるな、ある意味ね、ん、なんか今ダジャレみたいな、はい、これ初めてバラした、これどうやってバラすんだろうなと思ったら、そういう時はねすぐネットで調べてください、皆さん聞くね、ついあの、あ、あのさ、スマートディオのさ、クラッチってどうやってバラすのって、え、ああ、あれ圧入式だよって言われるかもしれないですけど、じゃなくてね、うん、ネットで調べると圧入されてますと、お、そうなんだ、じゃあこういうプラを使ってね、先とんがっててこれ使えないだろうと思ったら、やっぱりね、そういう時は、まあ、こういうのをなんか入れてね押さえてでやると、ね、いうことですね、はい、これぐらいのやってくるくる回すだけで抜けましたから、まあ、圧入とは言ってもね、そんなにで入れる時もだからこれでグイグイグイって押さなきゃいけないでしょ。でなんか話するとこの樹脂の部分がねダメになってた場合はこれも交換するみたいなね、うん、あれみたいですね、はい、ということで、こうこれね、でなんかこれは不評みたいで、いじる人にはねやっぱりこれちょっとダメだったんで、社外で、ここの部分一式売ってるみたいですね、3枚タイプでね、でここは一緒なんだけど、まあ、それ専用のやつ、これ専用のやつね、うん、それで普通の3枚タイプで、センターナットでね脱着するタイプ、そう、それが売ってるらしい、見たら売ってたんですよ、今1万、全部フルセットで1万何本とかね、そんなもんで KN さんとかね売ってるんですけど、それをここに入れてもね、そこに1万円かけちゃまずい、そこにね、うん、でタイヤ変えるでしょ、あとそうですね、他にもちょっと見なきゃいけないところはあるでしょう、サスペンションは大丈夫そうなんでね、抜けてないっぽい錆びてるけどね、トゥデイの場合はサスペンションも変えましたからね、前ね、奇跡的に錆びてなかった、あのあれ倒立フォークじゃないですかね、倒立フォークですよね、グリスが入ってるだけだけど、で通常あそこの擦れる部分が大体もう擦れて錆びちゃってるんですよ、大体そんなもんですよ、擦れて
とかいうあの手のスクーターはね、レッツとかもみんなそうですけど、ブーツが切れちゃっててね、うん、錆びてないよ全然、奇跡的にあれは。で、おお、これ全然錆びてないじゃんと思って、でブーツはボロボロだったから、だからブーツ新しくしたんですよ、ね、そういう経緯があります。これはフロ普通のフロントフォーク使ってますね、ちゃんとオイルが入ってたタイプね、整列タイプですけど、ね、統一じゃないけど、でまあ、これはこれでね、オイル漏れはね、したら修理でしょ、だから満タンにしたから ね、うん、ね、ベルトこれ買えなくて大丈夫かな、ベルト結構高いのね、びっくりした、そんなにするんだと思って、ベルトってとか思いながら ね、でベルトだけ変えた方がいいかな、ね、見るとウェイトローラーでこれ純正じゃないでしょ、このウェイトローラーどう見ても純正っぽくないですもんね、こんなの使わないよね、純正で揃えるとね結構するんですよ、どれもね部品ね、だから満タンに普通に軽くいっちゃうから、うん、だからまあ純正品使わずにね、うん、なるべくほら買ってから最初のね、あれはしばらく何もしなくていいっていう、消耗品は、ね、買えなくていいっていう状態にしてね、やっぱりして差し上げないとですね、ねすぐあれも買えなきゃこれも買えなきゃってことになっちゃうとちょっとまずいですよね、そういう感じでね、うん、やらせていただいてますね、はい、ということで、うん、スマートデュオね、こうなんかちっちゃい感じがして絶対的にね、うん、エンジンを変えてですね、でもこういうとこ全部グリス塗ってね、ちゃんとこれサイドスタンドないつけらんないのかな、あるのかなサイドスタンド、うん、ね、あとシートちょっと張り替えね、シート張り替え、うん、あとバッテリーは変えた方がいいかなこれ高いね、バッテリーね、ちょっと高いバッテリーついてるね、 7Z でしたっけ、何でしたっけ、なんかそんなようなのがついてるんですよ ね、やってくれますよねこれね、ディオね、割れてんのこれ、ね、まあこれ外装は全然もう気にならないみたいなんで、外装変える必要ないでしょ、これ外装変えて外装も綺麗にしてね、やるなんだっていうと、それでやっぱりいい、ね、7、8万円で売ろうなんてやろうとすると大変なことになりますよ、あれも変えてこれも変えてなんなっちゃうんでね、うん、そう、タイヤもね全部新品にっていうね、古いね D306 だもん、今7ですよ ね、6がつけてるもんね、前はね、で後これね不思議なもんでね、結構ねスクーターってねいい加減なんですよ、これ90910でしょ、合ってるね、フロントはなぜかね 3.00 の10が入ってる、チェンシーのインチで3010が入ってる、だからこれ違うサイズが入ってるってことです、まあ大体一緒だからっつって入れてるんだと思うんですけど、本来だったら90910が付いてなきゃいけないですね、はい、私も昔は隣でやっててね、お客さんももうそんなに来ない時はあーって、トゥデイのタイヤとか高いから、ちょっと高めだった、高めなんですよ。まあ今でも高、もちろん高いんだけど、その何百円の差がね、置いとくの辛いなと思って、で、3010とか、安いやつ、ね。サイズ的にですよ。サイズ的に安いやつ。置いといてね。あ、まあ一応、まあ付けられることは付けられますかね、なんつってね、付けたことありますけど、今はないですね。いつぐらいからですかね、そういうのなくなったのね。そういうことしなくなったの。そういうことしなくなったって言うとあれですけど、そうなんですよね。ちょっとね、うん、だって今置いてありますもん。3010ないから、809010でしょ。909010でしょ。809、80110でしょ。あと何でしたっけ。3.50 と、ね、ショックですよ。今台車が3台。今帰ってきてありますけど、そのうち2台のリアタイヤがどっちもスリップサイヤが出ます。買えないと。いや、台車のタイヤ交換するの大変ですよ。めん、いや、スクーターの後ろだから面倒なんですよこれね。台車お貸ししますなんつってね、で、お貸しするでしょね。いや、減るね、タイヤ減りますね。まあ乗る方のあれにもよるんですけど、やっぱ発進停止が多いとね、減るし、あと急発進みたいなね、常に全開で加速するとかやると減りは早いですよね。うん。ん？何？アンにちょっと優しく乗れって言ってるって。それでいて、ガソリンは入れないで返す方もいらっしゃいますからね。そうなってくると、もしくは、だからそうすると半、例えばね、3分の2しか入ってないと、3分の2までしか入れないっていう方もいらっしゃいますね。やっぱり。うん、そうすると、どんどん減ってっちゃうんですよ。最終的に。1回入れない方がいるとね、うん、
別にあのそれをそれ入れない入れないって言って責めてるんじゃないですか。別にそれは自由ですから、私絶対入れてくださいなんて言わないですから、はい。でもやっぱり台車のメンテナンスを考えると、やっぱりそこにコストがかかってるなっていう。ガソリンだけの問題じゃないから、タイヤ代だけで、タイヤのあと手間賃だけでどれぐらいかかるんだよっていうことを考えると、あれですね、やっぱり台車をお貸しするということは、それなりにあの整備の方に押し乗せると。台車はお金ももちろんいただかないですよ。台車代でいくらなんていうのはね、それはちょっとあれですから、少しね、乗せさせていただくっていうのもあっていいのかな。まあ、あんまりそんなことしてないと思いますが、そんな高いという感じはないと思うんですけど、うん、その点検、整備の方でね。うん、まあ、気を使ってガソリンを入れていただけると、次の人が助かるかなっていう。そう、うちで入れないんで。私乗ってないですからね、全然。お、満タンじゃん、ちょっと持ってこようっつって、ね、散々いろいろ使って減らして、で、貸すなんてことしてないですからね。そう、私、ほぼ乗ってないですから。ほぼ乗ってない。乗らない、うん。そう。乗ってないんですよ。だから、そう、たまに、やっぱりでもないと、まずいから、その時ガソリン入れるんですけど、他の車両からね、なんか抜いて、はい、入れる時はありますけど、全然入ってるのまずいもんね。うん、そう。とかね。気使っていただけると助かるということですね。次の人がね、次の人が助かるんですよ。私じゃなくてね。あ、ガソリン入ってないです。まずいね。はい、満タンじゃないとね。そう、満タンだったら分かりやすいでしょ。で、満タンで返すっていうね。うん、ね、でも他のところも消耗するんだよね、考えてみればね。そう、ガソリンだけの問題じゃないんですよね。そうなんですよね。だから車屋とかすごいよね。貸してくれてるって、ガソリン満タンにして返さないもんね。あれ満タンして返さなきゃまずかったのかな。過去になんかちょっとでもあんま乗ってないですけどね、その日のうちに終わっちゃうから、うん、そう、ね、台車借りるとめんどくさいんですよ。やれ、傷がどうだとかね、やれなんとか、車、特に車はね、そう、あんまりないでしょ。これでもあれかな、ディーラーとかで台車だったらなんかこうやるの。バイクってあんま台車貸さないですよね。そう、台車ってやっぱ危ないからね、何かあった時に困っちゃうから、あんまり台車ってお貸ししないですよね。台車だからどうでもいいんだろうっていう乗り方をされる方も稀にいるらしい、話を聞くとね、うん、うちのお客さんにはそういう方いらっしゃらないみたいですけど、そういう言い方するよね、これで。トイレとかでもね、いつも綺麗に使っていただいてありがとうございますとかね、書いてたりとかね、そう、思ってないだろうって。すいません、ね、だから、あれなんですけど、うん、まあ、うちはほら、やっぱりあった方がいいだろうなと思って台車を用意してるんですよ。その間ないと困るもんね。うん、そう、だからそれだけのことなんですけど、うん、ただね、やっぱり、ね、だから私もでもやっぱりね、分かんない、昔分かんなかった、そういうのも全然。台車って、ね、ただ借りてその場返すっていうだけみたいな風なイメージでした、はい、自分で貸す側になって初めて分かりました。ガソリンは満タンして返さないとなとか、そういうことがね、もう今となっては多分他のバイク屋さんで台車借りることはないんですけど、ちょっと貸してって言って試乗させてもらうことはありますけどね、一回りだけちょっとって言ってね、うん、やっぱりガソリン、まずいなっていうことを今思いました、ね、私がね、借りた時に借りた時にそうだよなっつって、いくらなっつって、向こうのバイク屋さん儲かってるっつっても、やっぱり返さないとまずいやなっつって、いろんなことをね、うん、まあ、考えさせられますね。やっぱり立場が変わるとね、物の見方っていうのはいろいろありますよね、うん、タイヤを変えないとな、危ないもん。お客さんにはね、あ、もうスリップされてるんで、これもう変えた方がいいですって言ってないから、台車は減ってない変えてないとまずいやね。そう、2台あんだよな、あれね、マフラー外すの結構あれなんですよ、引っかかるんですよね、なかなか取れないんでね。GP ってね、そう、もうチムソンタイヤです。やっぱね、チムソンタイヤをどんどん投入していくしかないですね。減らないタイヤがいいですよね。D ロップとかね、まれに D ロップとか減るんですよ。減り早いんですよ。そう。だから必ずしもいいとは言い切れないですよね。減るタイヤっていうのはね、まあ、グリップがいいとかね、もうそういうのは別ですけど、ただバイク屋さんとしてはね、長売れててしかも減ってくれるタイヤっていうのは一番いいですね。うん、やっぱお客さん、それだとほらすぐ交換なんでしょ。
しかもほらお客さんとしてはなんかわけのわかんないメーカーのタイヤとかね、そういうのもいろいろある、もしかしたらあるかもしれないけど、それで減らなくてね、グリップもそこそこあるし、それが実はいいタイヤじゃんじゃないかなと思うんだけど、もうやっぱり人によってはね、いや長売れてやっぱりそういう日本で長通ってる、BS、DL、あとまあ、タイヤのマークのタイヤのキャラのやつとか、あと何ですか、ピレなんとかとか、メツなんとかとかありますけど、まあどちらかというとやっぱりその BS、DL系ですかね。IRC は結構ね、いやーって言う方いらっしゃるんですけど、まあスクーターだったら大丈夫かな。なんですかね、なんでいやーって言う方いらっしゃるんですよね、IRC に対してね。井上さんね、井上さん、ダメなんですかね。ね、アーバンマスターとかあれいいらしいですよね。日本製なんですよね、高いんでね。さあ、そんなところですね、これはちょっと部品を注文しましたんで、部品が来たら、組み付けて、綺麗にしないとね。綺麗にしないと汚いから。いやー、汚いねー。オイルシール、交換した方がいいかな。ね。こうね。これ、エンジン、水冷のね、タイプですから、あれに近いですよね。ジャイロキャノピーにね。ただ、これ2バルブなんでしょ。ジャイロキャノピーは4バルブなんでね。キャノピーのエンジンをこれに積んだら速くなるんですかね。そんな単純なものではない。つきますよね。後ろですよね、今度ね。とこね。一緒ですよね。うん。キャノピーのエンジンをディオ系に積む。あ、でもあれそうか。Z4 でしたっけ？なんかありますよね。あれ4バルブエンジンなんですかね。キャノピーのエンジンか。大丈夫ですか？全然適当に喋ってますからね。全然違うかもしれないですからね。勘弁しててくださいね。はい。なんだろう。